皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日は、CQC ホルスターレプリカと本物の比較ですね。ブラックホーク製のレプリカ品、ブラックホーク製の本物の比較していきたいと思います。はい、まあ動画的にはさっさと終わると思いますし、今回は商品のリンクとかは、まあ、つけるかなつけないかな、まあちょっと、はい、わかりません。はい、ではちょっとこうやって並べてみると違うなって思ったのがやっぱりあるんで、企画的にはやってみてよかったですね。はい、で、どっちがどっちか分かんなくなっちゃう困るんですが、本体からまずは見ていきましょうか。はい、見比べていただいて、まあ、これズームでね。ちなみに左側に置いてるのが、こちらが本物です。はい、もちろんに右側が、レプリカということになりますね。こう見た時に色味がねちょっと違うんですよ。こちらの方がグレーっぽいブラック、ちょっと光の加減で分かりにくいかもしれません、ごめんなさい。こうすると分かるかな、もっと分かんないか。はい、こちらが本物、こちらがレプリカ、こちらの方が黒っぽいですね。で、細かな作りの部分もちょっと違いますよね。レプリカの方のこの部分と、あとはそうですね、このネジの部分、ネジ位置の部分、こうやるとお分かりいただけますか。違う。あとはこの上のこの部分ですね、の作りが、はい、ここはこういう風にカーブしてますが、レプリカの方はこっから上の作りですね、こっから上の作りがちょっとここが長くて、ここはレプリカの方はグワッとカーブしてて、鋭角にカーブしてるんですけど、レプリカはグワーッと持ち上がってきてますね。はい、あとは何もしてない状況でのこのレバーの引っ込み具合が、まあこちらはレプリカの方は浅めですが、本物の方はかなり深い位置まで入ってますね、これね、この部分、この部分だいぶこうやって見てみると本当違いますね。これが使い勝手に影響していくんでしょうね、おそらくね。そしてどうしよっかな、これ斜めにしてお見せしたいけど、なんかないかな、斜めにできそうで滑らない、もう箱、こんなもんでいいですかね。はい、こう見た時に、こちらが本物ですね。ちょっとぴょこっと出てますね、これね。に対してこちらは普通にこうスムーズに角度がついてるような感じでしょうか。そしてこう、うわ、これちょっとお見せしたいところではあるんですけど、ああ曲がっちゃった、まあいっか。こう見た時に若干ですが、こちらの面積、このストレートの面積が狭いんです。でこちらの方は広いんですね。1cm、 10ミリはいかないですけど、この一番下の面のまっすぐな面ですね、こちらの方が幅広からどんどんゆっくりすぼまってきてるんですけど、こちらの方は元から細身ですよね、レプリカの方は。なのでもちろんこちらの方が狭いですし、こちらの方が広いから、まあ、これ見ると全然違うの分かりますよね。道理で G18C が結構入りにくいわけだっていうのは、こういう部分から見て取れるかなとも思います。はい、で
ここも全然違いますよね。刻印の位置は一緒、これは一緒で、あとはここですね、若干やっぱり作り違いますね。ゴールドの方のネジ受けが、ネジ穴が入ってるのが、これがレプリカで、ブラックの方がブラックホークはい、このスリットっていうの、あ、この穴みたいなやつ、これの開け方もちょっと違いますね。で、まあでもグロック17でしょ、こっち対応、こっちは17対応してませんからね。そもそもって言ったらそれまでかなーっていう感じがしますけどね。ちなみに今ここにポチンと見えると思うんですけど、これは間違えないように僕がわざとシルバーのあのペンで書きました。はい。で、一番重要だと僕は思ってるこの部分、保持してくれないかな。はい。以前にも言った通り、本物はちょっと角度はついちゃってんな。本物は、ごめんなさい、ちょっとこっちが曲がっちゃってますね。まっすぐやりたいんだけど、なかなかうまいこと。これでいっか。ここがね、ここがカタカナのハの字型にこう広がってるかなっていう感じがするんですね。一方、レプリカの方はまっすぐ、本当にまっすぐ、ここは入り口、この部分だけがちょっと広がってて、これは入れやすいように作ってあるのかなと。あのノールックで見なくてもスポッと入れられるような親切設計がなされてるのかなという感じがします。はい。で、この内壁の方なんですけど、今見てちょっと気づきました。こちらの方はね、角張ってる、角があるですよ。に対して、本物の方は角が取って丸くなってるんですね。ちょっとここはこういう風に別々に、今映ってるのがもうちょっとピンと、すぐボケんね、このカメラは。ほんとね、こんな感じ。ここが角になってるんですが、これが本物になると丸くなってるんですね。あー、ここ扱いにくいわー。ちょっとここ完全にピント合わないですね。はい、ちょっと丸くなってるんですね、先ほどと見るとね。ほんとピント合わないね、これね。まあ丸くなってるんですよ。はい。だんだん粗くなってくるって。はい。こんな感じでしょうかね。なので、本体の作りからしてももう全然、あ、そりゃ入りやすい、入りにくいわけだっていうのはわかりますよね。次、こっちの方のパーツ。これはもう明らかに違いますよね。こっちがレプリカ、こっちが本物。はい。本物は、穴がガンガン開いてますが、レプリカの方は全部穴が繋がってる印象ですね。こちらの留めの方はまあ気にしないでください。今僕がこれ取っちゃってるので、つけっぱなしにしておくと、これはまあ、あのグニャッと曲げるタイプですからね、ずっとつけとくとそのうちいっちゃうのかなと思うので外してますが、こういった感じです。ぐーっと回すと、これもあれかな、これじゃちっちゃいかな、こういった違いがあります。あー、質感はどうだろう。見た目の質感はほとんど変わんなそうな感じしますね。こっちの方が、こちらの方がザラつきが光沢に、あの光の加減によって見えますね。このパーツに関しては、あの穴こそ違いがあれ、さほどっていう感じですよね、形的にも。あと、まあ、このパーツはこっちがあのプラスネジですが、本物の方はこのバチンと止めるやつなので、その違いはありますが、まあそこまで
決定的な部分っていうのは見当たりませんね。厚みもそうですし、カーブの具合、ちょっとごめんなさいね、カーブの具合、これもどうってわけではなくて、長さもそうだね、ほとんど一緒。まあ型取ってると思うんで、本物からおそらくね。なのでそこまで違いがあったらおかしいかなと。で次はこっちのプラットフォーム、これも今と一緒ですね。光の加減かな、あ違いますね、色味はやっぱりこっちの方がグレーがかってますね、ほんのちょっと。でこっちが黒、レプリカの方が黒って感じですね。でやっぱりこちらの方が穴がガンガン開いてあって、こちらの方は穴は透視でついてるですね。パッと見た感じ、これの作り的には穴を除くと違いは一緒かなと。素材とかそれの違いはあったとしても形の違いはないかなと思います。はい、まあここはねちょっと違いますけど、こちらの方はプラスネジで調整か。はい、逆側からお見せしましょう。これはね、こちらの方はプラスネジで上下ができるタイプで、こちらの方は以前ご案内した通りコインでガチャッとはめてぐるっと回すタイプですね。なのでまあどちらかがいいかっていうと、こればっかりは好みの問題になっちゃうんでしょうかね。作り的には今見てる感じだと、まあさほど本体を除くと一緒ですかね。今一生懸命僕はアラを探してるんですが、あと気になる点はこれ成形上の理由でしょうか。こういったポチとかポチポチっていうのの感覚が、これはこんなもんなんですけど、こちら側はもっとでかいポチがあって、でもっと個数も多いですね。これは作る上での型の動向とかそういうあれなのかな。はい、別にこちらの方はレプリカだからどうこう、まあちょっとバリはありますね。ここバリはレプリカなのでこういうバリですね。指で触るとちょっと引っかかりがあるんですよ、これが。本物の方は全然ないですね。スルーッと指通りが、はいね、女性の髪みたいな感じの指通りが、はい、あ違いがありますね。ここですか、ここ違いがありますね。こちらの方は穴っぽくなってるんですが、こちらの方はなってない。このぐらいの違いでしょうか。はい、見た目の違いはこんなもんで、実質の違いをやっちゃうともう決定的な差が出てくるんで、ちょっと僕はズルをしました。本物の方はもちろん入りやすいのは当たり前なので、レプリカにちょっと都合がいいようにわざとズルをしました。はい、それはまあちょっといろいろやってみたんですが、僕の持ってる当初ね、ドライヤーとかで穴を広げつつドライヤーで温めるとしっかり広がりますよとのことだったんですが、ちょっと僕のドライヤーでは無理だったので、じゃあどうしようかなと思った挙句、ちょうどいいものを見つけて、この太さですね。はい、この太さが欲しいがためにいろんなものところをいろんなショップを見て回って、これじゃねえかと思ってこれを探してきて、ちょうどこれを 8×4 っていうやつなんですけどこれをちょうどここにですね、どうだっけ、こうか、
こういう感じで、これがこういう形してるんですよ。あの丸じゃなくてこういう形、楕円なので、ここをこういうこの辺り、中間あたりにこう入れ込んで、そうすると途中この穴で止まるので、もっとグイッと押してやると結構入るんですね。でこのまま今1週間ぐらい寝かせて、さらに内側にはい、クレの CRC シリコンスプレー、これを塗ってあります。ティッシュでね、これをティッシュにこうプシューってやって、そのティッシュで内側を拭く、こういう内側をこういう風に拭いてあげる。これに直接バーっとやっちゃダメですよ、ホコリ溜まるからね。なのでティッシュに一回取ってから薄く広げ、縫い広げてあげる感じ。はい。でこのレプリカ一旦動画出した時、皆さんどのぐらい通りが悪かったかっていうの分かったと思うんですが、今1週間やって、で CRC シリコンスプレー塗った時点でこんだけ今こんだけ緩くなってます。はい。でもちろん、レプリカといえども振っても落ちません。やっぱりちょっと抵抗はあるんで、若干こっち側での保持はあるんですけど、そんなにしっかりこちら側の手をこういう風に押さえなくても、前とは全然違いますよね。はい。なのでガス風呂だったらもっとかな、ちょっとやっぱ入れにくさはあるな、こちらの方が。あと引っかかりはありますね。しっかり押してあげないとって感じがあります。はい。で一方こっちが本物、全然違う、ほんと全然違う。ちょっとの抵抗もない感じ。まあそれは嘘になっちゃいますけど、これに比べると全然抵抗を感じません。で本当にちょこっと押すだけでいい。押さなければもちろん抜けないんですが、ちょこっと触るぐらいでもう簡単に、うん、オーバーに言うと押すっていうより指をもう添えてあげるぐらい、添えてあげるぐらいでスポッと抜ける。はい。まあ、だからこそ現場ではまあ、実銃でちょっと事故があったりするのは、抜いちゃったと同時にこう握っちゃうので、CQC ホルスター慣れてない警官の方だと、このままですね、撃っちゃったという事故もあったようで、まあ、これは使い慣れの話なので、他のホルスターから変えた時ね。なので、そういう面ではこのセルパーホルスターちょっとっていう声も上がってるようです。まあエアガンには全く関係ない話ですけど、すんごい抜きやすい、やっぱり。で、ガス風呂当たり前だよね。すっごいスルッと入るオーバーにやってるんじゃないですよ、これわざとやってるわけじゃなくて、やっぱ全然違うんですよ、使ってみると分かるんですよ。うん、やっぱりちょっとね、なんか深くまで差し込んでロックみたいな、実際は変わんないんでしょうけど、こっちの方はね、深くまで差し込んでロックっていう感じがしますね。こっちはすぐ入れた途端にロックって感じがします。はい。なのでこの値段差、だいたい2000円以内で買えるのと、だいたい6000円ぐらいで買えるやつ。はい。皆さんはそれぞれどちらがタイプでしょう。これあのね、変な言い方、本物持ってたら本物に越したことはないんですけど、両方比べてもいいと思います。例えば草場ゲーにおいて、今日は雨だし本物使わなくていいかとか、今日は汚れやすい場所、ホコリが多いなんか場所だし、泥も多そうだしとか、そういう森林フィールドだしみたいな部分で、じゃあこっちの方でもいいかとか、そういう感じで買ってレプリカ買ってみるのもありかもしれませんよね。もしくは CQC ってものをやったことがなくて、試したことがなくて、とりあえず変えたい、でも
買ってこれじゃなかったなっていうのは嫌だって方はもう2000円ぐらいで買える。ただこちらの方はちょっときついですよ、取り出しが。で、例みたくシルバースライドだと擦れてシルバーがちょっと剥げちゃうかもしれません、こっちでやってると。なのでそこら辺は、覚悟してください。まあ、僕としては両方持ったから分かる意見であって、どっちか片方しか持ってないと分からないじゃないですか。でこっちもね、レプリカの方は当たり外れとかあると思うので、僕の買ったのはまあ、とりあえずこんな感じだったという意見ですから、そこら辺を頭に置いて聞いていただければと思います。はい。で本日は、ブラックホークの、セルパ CQC ホルスターとブラックホークタイプの、CQC レプリカホルスター、こちらの方を比較してみました。はい。じゃあ両方ともこのホルスターのみだったら Amazon、商品リンク載せましょうかね、動画解説欄にね。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そして Twitter アカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、 Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。